フルニキヒルビリーの動画見ましたが、最初のマップ名を言うところめちゃめちゃええ声でしたね、ボイトレ効果では。あー、出てんのかな。別に言ってもいいと先生に言われたので言いますが、あの宮村優子先生のボイトレを受けてて、今4回ぐらい受けたんかな、2、3週間に1回ぐらい受けてるんですよ実は、宮村優子大先生の、あのオンラインボイトレですね。いやすごいよ、やっぱ本職の声優さんのボイトレを受けててね、まあ僕が大好きな声優さんなんでモチベも上がるかなと思って、あの特別に受けてるわけじゃなくて、宮村優子さんやってるんですよ普通にボイトレおよび、まあ、声優教室っていうお題やけど普通にやってはんのよ。でそれに普通に俺はお金を払って申し込んだっていう、それだけの話です。特別にやってもらったとかそういうことでも全然ないです。言われたことをちょっとやるようにして、なんか最近の悩みで言うと滑舌とかもね、なんか衰えてきた感じがあるなっていう。でもやっぱりそこはウイロウリをやってますね。やっぱすごいよな声優さん。俺がさマイク越しに顔とかもな見せないんですよ、ビデオなしのプランでやってるから、声だけでやり取りするんですけど、声の感じで明らかに肩に力が入ってるとかわかんねえよな。いやちょっと力入りすぎなんでもうちょっとリラックスしてとか、いやもうちょっと顔上げてもらってとか言われんねやな。ほんまに顔下がってんねや、うん、すごいよねえ顔上げてカメラついてるっていうもうちょっと顔上げてもらって、もうちょっとなんか前のトークを狙うような感じで発声してもらえたらと思います。カメラなしえそうその効果が出てたらいいなとは思いますね、うん、あ今日ちょっとそういやデイリートレーニングする前に放送始めちゃった、フラットつけちゃったけど、あの動画撮る前とかにね、あのウイロウリやったりとか腹式呼吸のね練習したりとか、みたいなねとかやったりとかね、ほんまはメトロノーム使いながらやったりするんですけど、腹式呼吸の練習したりとかっていうのは最近やってるんですけど、ちょっとずつボイトレの効果が現れればいいなと思っております。あのそういうのに気づいてもらえたっていうのは一つ嬉しかったことですね。